山本彩香です。私にいろんなテーマを掛け算するとどんな答えが飛び出すかな。山本彩香かける、毎週金曜日の深夜、日付が変わる瞬間24時からひっそり放送中。たまには聞いてみてくれてもいいんじゃない。さあ聞いてみよう。せーの、令和3年明けましておめでとうございます。一人ずつ自己紹介していきましょうか。私はこの番組のナビゲーターを務めております山本彩香です。チーム SY でバンドマスターを務めさせていただいてます小永川貴博です。お願いします。チーム SY でギターを弾いています草刈浩二です。お二人は九州にゆかりがあるということで、ご出身が小永川さんは。はい、僕小永川大分生まれです。草刈もですね大分生まれで、はい、さらに福岡にですね、うん、7年間住んでたんで、第二の故郷と言っても過言ではないぐらい。福岡のラジオなので、うん、お二人にはねいろいろお話聞けるかなと嬉しい思っておりますので、はい、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。山本彩香かけるチーム SY 新春スペシャル。バッチリ決まったんじゃない。山本彩香かける。高い壁だって分かって向かうんだって、追い風を掴んで。2021年この番組の1曲目は私のこの曲アゲインスト、小永川さんプロデュース、ギターは草刈さんです。新春スペシャル、今日はチーム SY からこのお二方が来てくださってます。小永川貴博です。草刈浩二です。今聴いていただきました山本彩香のナンバーアゲインストなんですが、小永川先生にアレンジしていただいてます。はい、やりました。まあでも彩香ちゃんのロック節はやっぱりちょっと確立されてるよね、うん、こういう感じの歌いっぷりと作ってくる曲の感じ。いやアシストのおかげです。ありがとうございます。とんでもございません。いやいやちょっと褒め合っちゃってますよ僕褒められてないけどギターがいいですね。先ほどあのマイクオフの時に聞いてうまいなって言ってましたけど、すごいギターの音もいいし僕なんかうまいねっていう話をしたらみんな無視されますあのね、お聞きくださってる方の中にチーム SY って何ですかねって思ってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれないので、うん、ここでご説明をさせていただきます。チーム SY とはですね、私のライブだったりステージを支えてくれているバンドメンバーの皆さんのことです。ライブの演奏だったりね、レコーディングなどなど多くのねサウンド面でサポートしてくださっております。そのチーム SY の中から今日はお二方に来ていただいたということですね。もう毎回リハからね本当に楽しいので、うんうん、そりゃ本番も楽しいわっていう感じでやらせてもらってます、
お二人のですねプロフィールを簡単になんですけど、はい、ご紹介してもいいですか。恐縮です。私がちょっとナレーター風にご紹介させていただきます。小長尾貴弘、日本のギタリスト、ピアニスト、音楽プロデューサー、名門慶応義塾高校のご出身。慶応高校時代にバンドを結成し、大学生時代にチャコールフィルターとしてメジャーデビュー。ライブバンドとして名を馳せ、学園祭最多出演バンドに輝いた。バンド活動終了後は多くの大物アーティストの制作に携わる。山本沙耶香をサポートするバンドチーム SY のバンドマスターとして私も大変お世話になっています。学園祭最多出演バンド、そう、何年だったかな、あれ2002年、はい、3年ぐらいだったの。本当に学園祭だけでワンツアーやってたぐらいに、2、30分だったかな。すごー、47都道府県ツアーは2回回っている。2回、そう、バンドでそれはすごいよね。47都道府県、それを半年かけてガッと回ったかな。半年は相当なスケジュールですよね。そう、1ヶ月ぐらい帰んない。過去のね映像とか写真とか見ると、うん、コナさんこんなツンツンやったんやっていう。そうそう、もうすごい悪そうてか絶対友達になりたくないようなで、今からは想像できないような姿もありますよね。いやいや、うん、当時やってた音楽としては、さやかちゃんも好きなメロコアとか、はいはい、ああいうねギター爽快なロックなところが好きだったっていうところもあって、うん、20ぐらいの僕たちはちょっと尖りを見せていきたいなっていう年頃でしたね。ライブは多かったっていうのと、うん、まあ、ライブハウスでこう高校生で組んだバンドが出てて、うん、オリジナル書くようになって業界の人から声かけられてみたいな、本当そういうストーリーだったから、メンバーも音楽こうレコーディングするよりもライブが好きなの、うん、レコーディング好きなの僕だけだったの。あ、それぐらい、そう、そうなんですね、みんなライブ好きで、やっぱライブを一回やって曲を披露しないと完成しないっていうのもなんか、うん、身についちゃっているようなバンドだったので、生物で生きてたんですね。そう、ライブばっかりで制作の方に関してがみんなそんなに疎いから一人で担わされて、うんうん、ああだこうだっていうようなのはあったけど、まあでもバンドとしてはある意味健全なメンバーではあったような気がする、うんうんうん、そうですよね。学園祭のその出演っていうのは声がかかるんですよね。そうだと思う。じゃあ声がもう何十件とかかって出演してるってことなんですね。学園祭出たいんですよ私も、ね、出たいんです。今も学園祭でああいうザライブってやってるのかな。やってるんじゃないですか。やってるやってる、うんうんうん、あ本当と思います。絶対合うよね。私も見に行ってたんで。学園祭は学園祭で独特だから、ね、友達同士でその下にいてくれるので、うん、そっか、すっごい悪ノリもしてくるし、うん、たまに先生に怒られたりもしてるシーンもあるし、さやかちゃんで出てないか、やってないか。そうなんですよ。意外だった。どっかできっと満を持してやるんじゃないかなって、うん、やりたいですね、うん、それこそ母校とかね。あ、そうだよ、行きたいなって思います、ね、いいじゃん、京都でやりたいです、ね、はい。その小長尾さんがバンドとしてメジャーデビューをして活動をされていた時の音楽、チョコロフィルターのヒット曲をかけさせていただきたいなと思います。こちら、はい、おいくつぐらいの時ですか。本当ね、2002年って書いてある。だから22とか3、18年。あ、もう本当に今の私より若いぐらい。本当だ ね、 ね、うわどうしよう、もうキャピキャピですよ ね、 ね、キャピキャピってキャピキャピモテモテ。いや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 、これでよくいろんな人に知ってもらえた曲ではあるんだけど、当時本当実感なくて、うん、あ、やっぱりそのチャートとか入ったとかそういう実感はなくて、うんうん、そうですかみたいな。やっぱ本人とかそういう人たちはやっぱなかなか気づきにくいもんですかね。ライブハウスの本当、ま、何十人から始まっていたから、ここでお客さんが急に増えるっていうのはその後やっぱライブ会場で目にした時に、うん、そっか、そこで初めて実感が、うん、実感した感じ。すごいですね。慶応ボーイとしてねモテモテだったお話では、あの後ほど改めてお伺いしたいと思います。それ、はい、それはモテモテですよ。いや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 、詳しくね後ほどね。何を言では曲紹介お願いしてもいいですか、はい、チャコールフィルター2002年の曲です。ブランニューマイセルフ、僕にできること。ダメな自分を
せはしない強く生まれ。チャコールフィルター2002年のヒット、ブランニューマイセルフ、僕にできることお届けしました。久しぶりですか、聞かれるの。相当久しぶりですね。そうですよね。もっと顔がほてっちゃいました今。いやすごい、僕もなんか久しぶりに、もうよく聞いてたからね、テレビとかその街に流れて、ありがたいですね。いい曲ですね。いい曲だし、うん、全然古くないというか、もうだって18年前でしょ、うん、全然その古さを、そう、懐かしさはあるけど古臭さはないですよ、うん、すごいね、そういう曲っていいな、うん、そう言っていただけるだけで。ギターもめっちゃ良かったですね、うん、そのコナさんのあれは僕の方が上手いかなとか。そうです、22歳とかですからね、ほんとこのレコーディング。いやいや若いな。いや最高、上手い、もうかっこいい。いやいや、Good evening, my fellow citizens. Cross FM. 山本さやか×ける。今日は新春スペシャルということで、私を支えてくださっているバンド、チーム SY のこのお二人に、この番組もサポートしていただいています。バンマスの小永貴博です。ギターの草刈浩二です。小永さんの若き日のバンド、チャコールフィルターのヒットナンバーをお届けしました。小永さんは今ね、チーム SY で、バンマスとして引っ張ってくださってますけど、チャコールフィルターの時もリーダーとしてされてましたよね、やってました。どうでしたか、同年代の20代のメンズがこう集まり、殴り合いみたいなことはねなかったですね、あ、それも健全ですね。健全ではありましたね。ジャケット見るとなんかね、ジャケット見るとなんかしてそうな、どういうイメージになってますね。結構なんかの鋭い目つきをねそうそうそうされてますけどね。若いだけですよ。じゃあ仲がね良かったんですね。うん、仲は良かったですね。制作はどういう風にされてたんですか。それぞれ帰ってくるので、うんうん、曲を持ち寄ってみんなで選んで、うん、この曲やろう、バンドでスタジオ入ってアレンジすることが一番多かった、うん、そこにアイデアを持ってきてまとめたりしていくっていう役をやってたっていう感じで、その時の瞬発力で出てきたものを拾ってとか。そうですよね。ただ問題は飽き始めるとね、そう何回も何回もやるから。そうですよね、何時間もね、そうそうそう、やるとね。そうすると持ち帰ってじゃあアレンジ一回してくれとかなったりとかするんだけど、集まってスタジオでね、あだこうだできるのもなんか楽しいですよね、うん、一人だとやっぱアレンジのね作業とかもそうだと思うんですけど、黙々と一人でやる作業だから、そうそうそう、そういうのもなんかちょっと羨ましいなって思う。バンドでやってみたらいいじゃん。バンドでちょっと長い時間スタジオやってくれるんですか。一緒に弾いたりしながら乗せてみて、いいめちゃくちゃいいですね、それ全然 やりたい、ね、それバンドっぽくてなんか、ね、さやかちゃんちょっとこのリフどう、はい、その場で聞いて、その場で出して、それはちょっと違うとか、そう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 全部僕の通らないそれはちょっと違う、違う違う、違う、これ来たこれどう楽しそうね、それでもやってみたら、やりたいですね、そういうのもね、はあ、楽しみがまた増えました、ありがとうございます、うん。先ほどのね楽曲は私も大変お世話になっている亀田誠二さんのプロデュースということ で、うんうん、ああいう曲もねされるんですね。そう、亀田さんはあの時多分僕らに合わせてくれて一緒にリハースター来てもらって、曲は弾き語りの状態、うん、ギターと歌だけのデモから、はい、みんなでスタジオ入ってこうやろうああやろうっていうのに亀田さんも入ってくれた。本当にみんなで一緒にやってたんですね。そう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 、そういう感じでやってた。いいですね、うん、確かに合宿、まあリハ時間超長いけどね。そうですよねその辺はあるけど、でもそれはそれで面白かったから、どっちも良さあると思う。そうですよね、うん、楽しいですね、うんうん。しかもチャコールフィルターさん当時クロス FM でレギュラー番組もされてたんですよね、はい、そうなんです。一番最初に、うん、実はそのバンドの曲のヘビーローテーションとかしてくれたのもクロス FM さんで、当時東京のお客さん、まだそのさっきのブランニューマイセルフが出る前ね、まだお客さんがそんなにない時に、東京の動員を福岡が超えたの。それぐらい福岡で火がついたというか、認めてもらえて、そう、相当だから僕らは福岡に通ってて、バンドとしては福岡が第二のふるさとっていうふうに言ってた。そうですよね、
知らない事実がいっぱいありますね。いや、コナさんはなんかね、不思議ね、なんか不思議なんだよな。本当に歴史がいっぱいある。あんまそう自分のこと喋んないから、ね、そうですよね。え、僕と違うよね。違う、あの先輩がずっと喋ってるから僕らずっと聞いてるっていう状態が聞き役にもありますからね。長いっていうかもことかもしれない。もう今年は、今年こそはもうお口にチャックします。毎年言われてますね。そうなんですけどね、はい、せっかくお越しいただいてるので。あ、そうそうですね。草刈さんのヒストリーもね。いいよ、行きましょう行きましょう、追っていきたいと思います。いやいやいや、福岡の皆さんにお伝えしないと。草刈浩二、大分県生まれの日本のギタリスト。中学2年生からギターを始めてバンド活動を始めるが、高校卒業後は一旦福岡で就職。お仕事をしながらも音楽活動を続けて、25歳で東京に来てプロギタリストになる。人気アーティストの制作やライブに携わる。山本彩花のチーム SY では、ギターだけでなくライブでの MC でも大活躍のミュージシャンです。合ってますね。いやいや、その通りでございます。何でしょうか、ライブでの MC でも大活躍だなんかこう間違ってないですよね。間違ってないけど、こう言われると、うん、すごいお話しすると面白い人と思われるじゃん、うんいや、何言ってんすか。全然そのライブ来た人は分かるかもしれないけど。いやいや、もう何をそんな謙遜してるんですか。シーンってあんなに会場を静かにさせちゃう。いやいや、それにもかかわらず毎回のように振ってくるさやかちゃんの子のひどい。いやいや、あの思ってるよりあの滑ってないんですよ。本当に登場シーンとかでもライブの、うん、あのさやかより先にコージーが来るぐらいですから。そう、一番多分 SY の中でコールされてますよね。されてる。あのね、あのね、多分ね、ちょっとね、そういう MC とかでシーンってなったりするじゃん、うん、なんかそれでコージ頑張れって声が来るの応援されてる。ありますね、ありますね。コージ頑張れって応援されてる感があって、まあ、なんかちょっと申し訳ないなって。さやかちゃんが冷たくあしらって、はい、MC が収束するっていうオチが、すいません、いつもたまんなく後ろから見ておりますよ。2021年は優しく優しく接していきたいと思いますね。え、草刈さんは就職されてから、はい、プロとしてギタリストされてるんですね。そうなんですよ、福岡で、うん、福岡の、うん、あの平尾っていう、うん、場所があって、そこにある会社で就職して、はい、うん、最初はその福岡に行ったのはデザイナーを目指してて、デザイン学校。じゃあもともとはその、まあ、ミュージシャンというかギタリストっていう方向ではなく、絵を描くのが結構得意だったんですけど、うんうん、それを活かしてちょっとデザイナーとかその広告関係に入りたくて、うん、博多にしか専門学校がなくて、そういう九州は、九州はで、そこに行って絵を勉強してた。絵上手ですもんね。え、草刈さんの絵見たことない気がします。見たことない。いや、すごいのよ。本当ですか、うん、それでアルバイトをやっぱしないといけないんだけど、うんうんうん、アルバイト行くとやっぱ博多って、うん、バンドマンだらけで、うん、どこ行ってもバンドマンがいるの、うん、たくさん。必ずその休憩場所にギターがあったりとかして、中学生ぐらいからギターは多少やってたから、うん、休憩時間にチャラーンって弾いたら、うん、お前やるやないかみたいな感じで、ライブ出ろみたいな感じで、きっかけで、うん、結構それきっかけでなんか博多でライブ活動いっぱい、それでプロになるぞとか、うんうん、そこまで考えるレベルでもなかったというか、うん、プロを目指すきっかけの一番はね、一番はね、うん、すごい不思議で、うん、九州でもすごいも友達もいたし、うん、仕事も楽しかったし、うん、何も嫌なこと何一つなかったんだけど、うん、25歳というか24歳ぐらいかな、うんうん、急にね、東京に出なきゃ熱みたいなのが感じになっちゃって、なんか奮い立たされたんですね。会社辞めたりとか、すごい、なんか東京に呼ばれてたの、理由を作ろうと思って、うん、ギターはずっとやってたから、うん、これにしよう理由をって思ってすごい後付け。でなんかそれで友達とか親とかも親なんかはもう安心しきってる感じだったとこを急に東京行くとか言って、そうですよね、でそれでどうようかと思っても、友達にも親にもギターでプロになることが決まったって言って先に言い放つね、先に言って、
大ボラ吹いて、でもさすがに周りも、うん、なわけねえじゃんみたいな、親なんかもそんなわけねえじゃんっつってでもそれでも言い張って、うん、お前それならテレビとか出るんだろうなみたいなことも散々言われて、うん、出るよとか言って、うん、ギターだけ持って、うん、東京出て、うん、そしたら九州の友達で東京に住んでる友達が、うん、歓迎会を東京で開いてくれたの渋谷で、うん、こいつなんかプロのあるとか言って東京出てきたんすよっつって、うん、でそこに福岡出身のシンガーソングライターの谷口隆さんっていう方がいて、うん、その方をその九州の友達が呼んでくれてた。で僕は谷口さんと初めましてだったんだけど、うん、君なんかプロになるらしいねって来週テレビの収録あるからそのギター持ってきなって言われて、えそういうもんなの。でね上京して本当にその日に仕事決まっちゃってこんなないよ。本当にすごいよね。でさらにそれが全国ネットだったの。地元の親にしろ友達にしろ、ね、あいつ本当やったねみたいな感じで。でさらにその、うん、谷口さんの友人が愛子さん、あの愛子さんで、うん、愛子さんがもうテレビつければ全部出てた時代に、うん、そのなんか若手でなんかギタリストでテレビとかそのミュージックビデオ用の人いないって相談が来て隣にいるよって僕を、うん、紹介してくれて、それで本当に出てすぐありとあらゆるテレビに出ちゃって一番びっくりしてた。なかなかないパターンだけど、ね、でも多分なんか呼ぶんだろう ね、 なんかね言ったこととか自分で言ったとか、ね、言霊なのか。一番びっくりしたのは僕だったけどでなんかねそこでねなんかそのなんか小さな嘘はダメだけど、うん、大きな嘘というかハッタリはいけるんじゃねえかっていうちょっと誤解をその25歳ぐらいの時に感じちゃって、うん、レコード会社さんとかから草刈くんレゲエとか弾けるとか言われて、うん、でもレゲエとか一切聞いたこともなかったけど、うん、いや僕レゲエしか聞いてねえっすつってそれからレンタル CD 屋行って、うん、もうレゲエの CD バーって借りて、うん、本屋さん行ってレゲエ雑誌を買い占めて、うん、まずファッションだと思ってそのレゲエの洋服買ってでそのレンタルしたの聞いてちょっとコピーしてそれでレコーディングに向かってどうもみたいなおはようございますみたいな感じですごい。そしたらね結構評判良くてやっぱ度胸ですかね。なんでそう ね、 ね度胸もあるのと、ね、絶対ノー言わずにあそっかもうなんかそのねそできないと思わないね、うん、ことがまず、うん、いやもうなんかその切羽詰まらせてたというか、うん、でもまあ今考えると恐ろしいことばっかり。もうそれはもうやっぱ若いっていいなというか、うん、もう怖いもの知らずというか、うん、まあその、うん、それから現場を踏むようになったらちょっと怖いものたくさん知るようになっちゃうけど、うん、そう無知だからこそ飛び込める。そうだからね今年はねちょっとまたまた今年の話ですか、はい、今年はまたねそういう大きなハッタリというかそれをまたちょっと20年目にしていいかもしれないですね。なんかちょっとそういうことしてみたいなって思うかな。それでは草刈さんの演奏を楽しめる楽曲もお届けしましょうか。何ですか。草刈さんはねスーパーフライさんのレコーディングに参加されたりもしてらっしゃいますから。 ありがとうございます。先ほど草刈さんがね絵がお上手っていうことをおっしゃってたので、うんうん、曲の間に私の似顔絵を描いていただいたりとか。いや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 、どうですか。適当で大丈夫です。なんか目が変わった。あすごい違うなプロだなとか言ってそれでは草刈さんのギターもお楽しみください。書かないと書かないマジで書く書かないと書かないとちょっと待ってテンパってるギターよりテンパってる
ダソロね忘れてた草刈さんがギターを弾いているナンバー、スーパーフライ2009年のリリースですね。オールライトお聴きいただきました。かっこよかったです、ギター。ありがとうございます。いや、もう、はい、炸裂してましたね。はい、いい音でした。ありがとうございます。それよりって感じですか？それどうですか、絵の方は。いや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 、でもすごいすごい。いやいやいや、こっちからじゃ今のとこ全然見えてないんで。まだね、まだね。まあ、そう、時間はかかっちゃうから一曲で、でも、もうこれ見てるだけ、まだ目と眉毛、前髪ちょこっとだけと鼻がなんとなくなきしかかけてないけど、さやかちゃん、山本さやかかける。ちょっと見せてあげる。見せてもらいます。いや、ちょっとまだね、これ、すごいすごい、すごいまだね、本当すごいすごい。どっかでちゃんとリスナーの皆さんに、いや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 、これは見える機会ないと、これはちょっと、あ、皆さん気になってる。いやいや、まあなんかじゃあちょっとせっかくなんで今年中にさやかちゃんにプレゼントできるように、それも欲しいんですけどそれも一旦やっぱこのラジオを聞いてくれた方がね、どんなんだったんかなってやっぱ見たい。未完成でいいので、その写真とかだけ後で撮ってもいいですか？じゃあここまでね、そこまでで大丈夫です。ありがとうございます。すごい、全然すごい嬉しい。いやいや、似てるねえ、お年玉いただきましたね、ありがとうございますえっていいよね、ほんとそういう ね。いや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 、ね、では続いて、せっかく音楽の先輩お二人が目の前にいるので、こんなことも聞いてみちゃいます。粉川さんと草刈さんの音楽人生。どっから話そうか。じゃあ、ね、僕の場合を話が一個のあれになるから、僕はちっちゃい頃、もう物心ついた頃つかないくらいにピアノを始めたことが音楽の最初で、5歳6歳だったと思うんだけど、だから習い事で始まった音楽だったの、クラシックとかを練習しながら、まあ、音とこう戯れるようなことをして、中学でトランペットに憧れて吹奏楽部を踏むの。ここで大勢の楽団でみんなでアンサンブルをするっていうことを体験する。もうそこで高校の時もそれをやってた。で、高校生に入ると同時にギターと出会ったので、バンドっていうもの、あとその時の J-POP だったり洋楽のバンドサウンドみたいなものも憧れ始めて、バンドを組んで、今度はそのね、打楽器、ドラム、ベース、ギター、歌でこうやるっていうアンサンブルを学んだから、学ぼうと思って僕は実はできやってなくて、音大行ったわけでもないし、だけどそういう自分が習ったり部活とかでやったことが血肉になって、だんだんそれで自分で曲を作るように、バンドがね、オリジナルソングでじゃないとライブハウス出させてもらえない、じゃあ曲を作るってどうやんだってだんだん入ってって、コードのことを、まあ、理論として自分で感覚で弾いてたものを、理論で後で分かって、理論を後で知って、あ、こういうことだから自分このコード進行だったり使ってるんだなみたいなのを後でこうつけていった感じ。じゃあピアノやってた頃からその音楽理論の知識が豊富だったわけじゃなく、そうなんですね。ピアノの頃はさ、クラシックで音楽理論っていう勉強しない限りは、おたまじゃくしって音符、音符を見て弾くことっていうところに特化されちゃうから、音楽理論はなんとなくしか、そう、ということが体でしか感じれてないような状態だったから、そっからだね、曲を作るとか始めてから。言ってしまえば我流というか、我流我流もう近い、そうそうそう、我流我流だから、ストリングスのアレンジとかもするけど、誰からも学んではいなくて、習ってはいなくて、
吹奏楽部を経験したりとかでクラシック音楽を好きで聴いている時期も、うん、あのオーケストラを聴いている時もあったから、そういうので体で感じ、唯一学びの場としてあったとすると、僕がそのバンドを辞めた時に、うん、亀田さんの元に弟子入りのつもりで門を叩いて、うん、で一緒にいろんな制作を携わらせてもらうようになったんだけど、うん、そこで実際に亀田さんが譜面を書いたりとか、うん、ストリングスのアレンジとかいろんなアレンジをしているのを目の当たりにして見て学んでった感じか、興味があったものにやってったっていう、本当積み重ねかなっていう感じが、今何かじゃあ初めて楽器を始めるでも、うん、曲を作ってみようでも、まず始めてみることで何かうまくいかないところにぶち当たるので、うんうん、それはなんでだろうっていうのを知ろうとすると、ちょっとずつ扉が開いてくる。音楽ってそう作ったりするのも本当別に正解があるわけじゃない、うん、終わりもないですもんね。そう、理論も最初から理論があったわけじゃなくて、うん、生まれた音楽を後から分析して理論化されている、うん、そうだけで、それが気持ちいい音階だったりスケールだったりするものだから、まずは直感でも本当に問題はないと思う。そう、亀田誠治さんの指導っていうのはどういう、譜面の書き方ぐらいかな、指導を受けたのは。そうなんですか、うん、だっていうのも、僕が書いた譜面を亀田さんはじめ、うん、亀田さん周りのミュージシャンの皆さんがそれを見て演奏するので、はい、そこが問題があるとみんな困っちゃうから、そこに関してはすごい細かく注意されたり教えられたけど、基礎的なことですよね。そう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 、皆さんの書く譜面がまた綺麗なんですよ。綺麗ですよね。すごい綺麗、見やすいし、分かりやすいし、亀田さん譲りなんです。そう、でもそれ以外は本当に亀田さんの作る音楽を一番最初に聞く人だったので、その当時が、そこからやっぱ感じてったものが一番大きいかな。教わるじゃなくて見て学ぶなんですね、うん、だったかな、僕の場合は。そうでした。草刈さん、僕はこのコナさんのいい話の次にすると申し訳ないぐらい、でも草刈さんも弟子のような形ですもんね。そうなんです、僕もきっかけは、うん、僕のその音楽のきっかけは中学2年生の時に、うん、好きだった女の子が、うん、給食の時間に、うん、僕の斜め前でエレキギター弾いてる男の人かっこいいよねって話をしてて、速攻買いに行った。すごいっすね。それだけです。その思春期の男の子の、すいません、すごいパワーがね、まさかプロになるとは思いませんでした。すごいですよ。で、まあさっきの話じゃないですけど、うん、東京に出てきて、うん、知識も何もないわけ、うん、そういう理論も何も知らないし、うん、これはまずいぞと思って、うん、僕がもうずっともう大好きだった、うん、エルマロってバンドがあって、うん、そのバンドのギターのアイゴンさんっていう、うん、木村カエラちゃんの曲変えたり、あいみょんさんのプロデュースしたりとか、うん、今もされてる、うん、アイゴンさんって方のライブに行って、うん、もう大好きだったから、もうこの方の弟子になろうと思って、うん、ライブハウス行って出待ちをして、うん、弟子にしてくださいって言って、うん、で断られて、それを10回繰り返した。すごい。じゃあ、まあリハーサルから打ち上げまで1回何月何日次のライブ来ていいよって言われて、でもうそのライブを見させてもらって、うん、あの背中を見させてもらって、うん、すごいと思いながら、次の回呼ばれてなかったけど、大体、うん、そのライブの入り時間とか分かるから、もうその前にその会場、ちょっと危ないですよね。危ない。会場の前立っておはようございますって言って、うん、それもまた呼ばれてないのに5回ぐらい繰り返したの、うん、でそしたらもうそこの事務所の方が、うん、認めてくれてというか、そのアイゴンさんから認められる前に、その事務所の方が次のライブ何日で時間これぐらいだからっていうこと で結局相田さんの運転手と荷物運び5年間した。へー。そこでやっぱりたくさん学べたというか、そのなんかプロの空気とか、そのプロのレコーディングの現場とかライブの現場とか感じれて、ギター上手になりたいんだけど、街で買った本とか、うん、そういうのもチャレンジしたけど、うん、もう1ページ目でも眠くなるし、そうなんですよね、ってなるけど、同じタイプ、さやかちゃんも同じだ。私もそうなんです。だから本とかはあるんですけど、資料はなかなか勉強しようと思って
やるもんじゃないね、やっぱエレキギターっていうのは、うん、やっぱりこうかっこいいと思うものを、うん、なんか自分で感覚をライブハウス行って見に行って、うん、かっこいいこうなりたいみたいなのをどれだけ探せるかっていうのが一番最短コースなような気がしてて、うん、僕はその師匠について背中を見たのがやっぱり一番の財産でもあるし、うん、一番こう体に入ってるそこの経験が。うん、弟子入りはおいくつぐらいで？弟子入りはね、東京出てすぐだから26とか、はあ、で、31、5年間だからそれぐらいまで、うん、ずっともう荷物運んで運転して、気持ち変わらなかったんですね。全く変わらないし、すごい今でもやっぱり大尊敬するし、うん、こういう場に入れるのも、うん、あの経験というか相田さんにも感謝感謝で、でもなんかでもそう先輩とかのね、かっこいいって思えたものを、そのかっこいいのどうやって弾いてんだろうとか、うん、どうやったらそのかっこいい音出るんだろうとか、うん、なんでこんな素敵なコード進行なんだろうみたいなこととかをだんだんやっていくと、なんか欲しくなるというか、知りたくなるから、そこにちゃんとこう手を伸ばして広げていくと、知れたらできるんですもんね。あっという間に身につくというか、一番それが身につくと思う。本も大事だけど、まあ、悪くないけど、ただそこで実際に自分が感じて欲が出るかっていうところがね、うん、そうですよね。それが一番出なければ、アンテナをね、アンテナビンビン、そうすればこうやっぱ演奏もアドリブでできるようになっていったりとか、うんうんうん、演奏アドリブでやりたいの？やりたいです。やりたい、やりたい、いつかやりたいです。やろうよ、それは。そう、うん、やろう、やりましょう。アドリブの話していい？はい、どうぞどうぞどうぞ、お願いします。もうバンバンあのしてくださってるので、お二方はね、ライブで、はい、あの皆さんですね、チーム SI メンバー、はいはい、うん、アドリブって難しいって思う人がたくさんいるとは思うんだけど、はい、もう何をすればいいか分かんない。コナさんは結構理論も知ってるから、うんうんうん、だけど僕は本当全然理論派じゃないの、いまだにもう全然理論も分かんないぐらいの感じなんだけど、うん、僕が思うのはなんか一つの型だけ持てば、うん、僕で言うとカート・コバーンって、まあ、そのままニルバーナっていう、うん、あのグランジ世代だから、うん、カート・コバーンが大好きなんだけど、もしこのカート・コバーンがジャズ現場に呼ばれたらどんなギター弾くだろう、うん、なんかそのなんかレゲエにもしカート・コバーンが呼ばれたらどんなこと弾くだろうっていうか、そう考えるとパーンって開けると思う。ジャズだったらジャズの勉強しなきゃとか、うん、そういうのだと切りなくて、うん、もしなんか自分の大好きなアーティストだけでもいいし、その人の手癖でもいいし、それだけを一つ覚えてたら、うん、その手癖にちょっと足すとジャズっぽくもなるし、それが自分の引き出しになりますもんね。そうそうそう、1音足すとジャズにもなるし、レゲエにもなるし、うん、なのでその自分の大好きなもののワンフレーズをどれだけ広げれるかっていうのがアドリブの、うん、アドリブなんじゃなかろうか。そのアドリブ弾いてる時って何か考えてますか？考えながら、もう何も考えてない。僕は頭に鳴ってくる音を拾いに行っている感覚では、そのこう上がりたいっていうものがあったらチョーキングするかもしれないし、そう、そういう感覚、頭で先に鳴ってるんだ、うん、同時にかな。でもね、頭と同時に、でもそれができるようになっていったってことですもんね。そう自然と。僕はなんか最後のコードのことしか考えてない。あの最後なんで終わるんだったっけ。 そうね、それは大事。もうなんかそれだけあれば結構もう外してもそっか、これはジャズやみたいな、なんか勝手になんとかなる、勝手に解釈して最後だけ終わりだけ、終わりよければ全てよし、終わりよければ全てよしとか、まさにある。あ、アドリブソロのための言葉かもしれない。私にもできるようになりますか？すぐできる。え、本当ですか？できる、できる、全然できる。ソロ弾いてるのが最近少ないか。そうなんですよ、うん、そもそも楽曲にやっぱ最近の曲がそうじゃないですか、うん、ギターソロっていうもの自体があんまりそう、編曲でも入れなくなってる、そんなにないから、うん、っていうのもあるので、まあそうなったらなったら別にソロとしてじゃなくてもギターのフレーズをいっぱい取り入れるなのか、うん、アレンジでリフみたいなものを増やすとかね、はいはい、あ、それはでもなんかやったらいいんだと思う。もうやろう、うん、なんかやるって決めて、うん、次のツアーの裏テーマで一個やりたい、やりたいですね。毎回なんか違うね、そう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 、うん、そ
さやかちゃんソロコーナーとかやっとこうか、はい、アウトロアドリブとか、うんうん、やろうアドリブ合戦とかねライブですねめっちゃねやりたいです。いやそういうのやりだしたらもう止まんないと思うよ。頑張ります。もう16小節やってる。そうそうそうまだ終わんないまだまだみたいなめっちゃくどくなりそうですねライブいやそういうのも見てみたいな、はい、頑張ります。ありがとうございます。いやいやコナさんも僕も、うん、なんかやっぱ我流だし、うんうんうん、もう本当にこんな近くにお手本がいるので頑張ります。頑張ります。私も僕も頑張ります。ありがとうございますではここで一曲、新年なので私のファーストアルバムレインボーから、あなたにとって今年が笑顔の多い一年でありますように、山本さやかでスマイル。山本さやかかける、山本さやかかけるエンディングトークも3人で、エンディングトークも3人で、早いですね。いやめちゃくちゃね、いいお話が聞けてあっという間でしたけど、一個忘れてて、あの、はい、コナさん の、うん、あのモテモテ時代のお話をよしじゃあ最初からやろう今もう一回。いやいやいや、僕は一人でスタジオにこもるタイプだったので全然そんなモテエピソードなんてございません。じゃあまたそのモテモテエピソードはライブとかでね。いやそうしようかね。ねちょっとね小出しにしようか。こんな皆さんが支えてくれているバンドチーム SY、 今月ファンクラブ会員限定ツアーが福岡、東京、大阪であります。福岡は1月15日の金曜日です。福岡の皆さんに会えるのはねすごい久しぶりなんで、すごい久しぶりです ね、 ね元気にね会えたらいいですね、うんうん。ライブの内容もねセットリストとか話してますけど、はいはい、まあ、ファンクラブだからできるだろうっていうね。結構ささやかちゃんのさ、うんうん、ライブってさそのファンクラブ特別だよね、うん、そうですね。やっぱ大事にしていきたい。特別なことするよね、うん、びっくりするぐらい、びっくりするあのこの間のアルファツアーと違う内容なんで、こんな全然違うねっていう。結構やっぱなんかあのアルファが途中でね中止になったから、ね、引き継ぎたいな、うん、アルファの思いをって思ったんですけど、そうもいかなかったですね話し出したら、ね、特別なライブになるね、これもね、したいと思いますんで、ね、ぜひ皆さん楽しみにしていてください。こんな素敵な方たちに支えられている私山本さやかです。この番組は私に自由にお題をかけていただくという企画です。その掛け算の答えとしてビシバシトークを展開していきます。あなたも何か思いつきましたらぜひ参加してください。山本さやか×チーム SY でも、山本さやか×ネドゲでワイワイでも、山本さやか×まんじゅう怖いでも何でも構いません。ご自由にお願いします。メールはこちらまで、さやかアットマーククロス FM.co.jp、 さやかアットマーククロス FM.co.jp です。それでは来週もこの時間にお会いしましょう。ナビゲーターは山本さやかでした。山本さやかかけるバイバーイ。では最後にみんなで順番に2021年の野望を叫んでおきましょうか。アドリブできるようになるぞ。イエーイ、イエーイ。ではこの流れで粉川さんお願いします。僕ね、うん、今年の目標で、うん、長くなるな、ね、なんつうの、今、あ、うん、一から一からじゃないな、あの、はい、こんな曲一緒にさやかちゃん作ろうよって提案したい、うん、おー、してください。最初のポイントでね、最初のきっかけになる、ね、最初からね、あれをそう一緒にやってみたい、ゼロからですね、やってみたいです。お願いします、はい、じゃあラスト
僕がラストでいいのかな。はい、よし、お願いします。締めてください。じゃあ今年の野望はこの番組にまた出る。それはどうなるんでしょうか。なんだこのシーンって。今日の結果がね、そうですね、皆さんの反応と反響次第ですね。すごいでしょ。どこに行っても変わらないですね。変わらない。2021年もよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。喋りすぎました。楽しかった。楽しい。